東口ホーム、稲沢駅は、愛知県稲沢市駅前一丁目にある、東海旅客鉄道と、日本貨物鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、CA71。運行形態の詳細は、東海道線を参照。旅客営業を行う JR 東海と、貨物営業を行う JR 貨物が使用し、旅客列車が停車する、旅客駅としての側面と、 貨物列車の運行拠点としての側面を合わせ持つ駅である。東京駅と神戸駅を結ぶ東海道本線の中間駅の一つであるが、今日では両駅へ向かう旅客列車は停車せず、名古屋駅方面と岐阜駅方面を結ぶ普通列車が、主に東駅に停車している。開業は明治末期の1九百四年のことである。百八十七年の国鉄分割民営化で、 開業時から続いた国鉄の単独運営から現在のような JR 東海、JR 貨物の2社が運営する形態に移行している。また、大正時代には日本三大創車場に数えられる稲沢創車場が校内に建設され、貨車を整理する拠点の一つとなったが、これは輸送方式の転換によって民営化前に廃止された。駅は名古屋市近郊の都市、 稲沢市の東部に位置する。豊橋から名古屋、岐阜の間には JR の東海道本線に並行して、名鉄名古屋本線が通っているが、名鉄神野宮駅の方が当駅よりも市の中心部にあり、市を代表する終わり大国礼神社の最寄りであるので、当駅の乗車客数は神野宮駅より少ない。新州稲沢市によれば、稲沢駅新設の経緯は、 以下の通りである。1886年5月1日、初代清洲駅から市宮駅に至る、現在の東海道本線の一部にあたる区間が開業した。この時、この区間には途中駅が設置されなかった。稲沢市の前身にあたる稲沢町や下津村では旅客や貨物の需要が見込めることから、 路線開業の翌年よりこの区間への駅新設に向けた請願を行った。しかし、清瀬駅及び市宮駅から近く、かつ地形が平坦で交通の便が悪いとは言えないと判断されて実現しなかった。東海道線の複線化が進むと五条川への佳境により清瀬駅前後が急勾配となり、蒸気機関車の発車に障害をきたしているため、 清瀬駅が移転するのではないかと考えられた。同駅が名古屋駅方面へ移転すると駅間距離が伸びるため、近隣駅から近いため駅を設置しないという考えが変わるのでないかと考えられ再び請願が行われた。この請願は認可され、下津村、山形村長野に駅が新設される運びとなった。用地買収は稲沢町と下津村が共同で担当。 駅の建設中に、下津村川が駅名を、下津駅とするよう求めたが、結局駅名は、稲沢駅に落ち着いた。そして1904年に、稲沢駅は、一面に線のホームと駅舎、それらを結ぶ、古線橋が完成して開業した。稲沢駅製法にある名鉄港の宮駅の開業は、稲沢駅よりも20年、遅い1924年2月のことである。当時は、 国府宮と一宮を結ぶ区間のみが開通していただけであったが、1928年4月に南方に線路が伸び名古屋市内への直通運転を開始した。当時の東海道本線は長距離優先のダイヤ設定で、短距離では名鉄の方が利便性が良かったため、国鉄稲沢駅の乗客は次第に減少。1930年以降、 稲沢駅と河野宮駅の乗降客数は逆転し、河野宮駅の方が上回った。第二次世界大戦後、国鉄が長距離列車を中心に復興を進める一方で、名鉄は名古屋方面への近距離客の利便性を確保したダイヤを設定したため、稲沢駅と河野宮駅の乗降客の差は2倍近くに広がった。また、稲沢駅では、 定期券利用客を中心となったが、高野宮駅では定期券利用客のみならず一般利用客も増加していった。開業当初の稲沢駅は一般駅と呼ばれる旅客、荷物、貨物の3種類を取り扱う駅であった。現在では旅客、貨物営業が継続され荷物営業は廃止されている。荷物は宅配便に相当する小荷物と旅客の荷物を扱う。 手荷物があったが、稲沢駅では、小荷物と手荷物、その両方を取り扱っていた。基本的に荷物は配達も実施されていたが、1969年10月に取り扱いが廃止された。荷物の取り扱いそのものも、国鉄での荷物輸送の原則廃止に先立つ1984年2月に廃止された。一方で、貨物はコンテナで輸送する。 コンテナ貨物と、車扱い貨物の二つに分類された1974年10月の制度改定以降、車扱い貨物のみを取り扱っている。稲沢駅は、全長 5.85km、最大幅 160m、敷地面積21万6000平方メートルの構内を持つが、大半を貨物列車向けの施設が占め、旅客列車用の施設は、 稲沢市駅前一丁目を中心とする地域にある、のみである。以下、旅客用の施設と貨物用の施設を分けて記述する。どちらも地上に施設がある、地上駅という形態である。なお、名古屋駅と稲沢駅の区間は、線路が4本付設されている。西側の2線は、旅客列車が乗用する路線、東側の2線は、貨物列車が原則使用する路線である。 稲沢線は当駅が奇襲点で旅客線に合流するが、その場所は構内の北側にあたる。稲沢線下り線は旅客線の上下線をまたいだ後駅ホームより 2km ほど北側で下り線に合流し、稲沢線上り線は駅ホームより 3.5km ほど北側で旅客線の上り線から分岐する。旅客駅にあるホームは一面のみで、 その両側を旅客船の上下線、計2線が囲む島式ホームという形式をとる。ホーム西側の下り線側が1番線、その逆側の上り線側が2番線である。1番線には岐阜、大垣方面行きの下り列車が、2番線には名古屋方面行きの上り列車が停車する。駅舎はホームの上階部分に建設された、京上駅舎で併設された、 東西自由通路で東口及び西口につながる。2000年に港内西側にあった地上駅舎から建て替えられた。ドーム状の幕屋根を特徴とする駅舎で JR 東海によれば稲沢市の姉妹都市であるギリシャオリンピア市からイメージされる丘をキーワードとしたデザインだという JR 全線切符売り場及び自動券売機、自動改札機設置駅。 バリアフリー関連の設備では、改札内に多機能トイレがあり、駅舎とホームの間にエレベーターエースカレーターが、東西自由通路の東西両口にエレベーターがある。また、キオスクが校内の改札前で営業している。友人駅で駅員の配置がある。ただし JR 東海の直営ではなく、子会社の東海交通事業の駅員が配置されている、業務委託駅である。 駅長配置駅の終わり市宮駅の管理下にある。貨物列車が用いる施設は一部例外があるものの、概ね稲沢線の上下線に囲まれた場所にある。貨物用の施設が広い構内の多くを占める。貨物列車が到着、発車に使用する着発線、出発線は旅客駅と南の清瀬駅のほぼ中間に位置する。着発線、出発線群の北側から、 旅客ホームにかけては留置線が広がり、車両基地の愛知機関区の施設も留置線群の一角にある。JR 貨物の事務室は港内東側で、JR 東海の駅舎とは独立しており、駅長も配置されている。また、旅客駅西側には JR 貨物の東海支社が立つ。乗務員の乗り継ぎや一部の列車では機関車の交換。 列車の方向転換があるため、当駅にはほぼすべての貨物列車が停車する。乗務員の交代は、基本的に貨物の着発線で行われるが、夜間を中心に旅客船経由の列車もあり旅客ホームで交代する場合がある。当駅に接続する専用線は、1983年時点では、昭和石油と住友セメントのものがあった。 住友大阪セメントの専用線は、機関区の近くから同社稲沢サービスステーションへと続いており、元須駅や大見長岡駅より、セメント輸送列車が到着していたが、2002年9月をもって廃止された。稲沢市の中心部から離れた場所に位置しているため、名鉄小の宮駅より乗車人員は少ない。東口側の再開発により、増加傾向にあり、 高野宮駅の利用者数との差は縮まりつつある。稲沢市の統計によると、当駅の1日平均乗車人員は以下の通り推移している。稲沢駅に停車する列車は、名古屋駅方面と岐阜駅方面を結ぶ普通列車と一部の快速列車に止まっている。普通列車は、おおむね1時間あたり、上下4本ずつ停車する。快速列車や、 それに類する列車は、日中は通過するが、2018年現在、朝方に上り2本下り1本が、夕方に、金山市発快速が下り4本が停車している。1999年12月までは昼間にも、毎時1本の快速が停車していた。2009年3月14日のダイヤ改正までは、下り列車に限り夜行快速、ムーンライトながらの停車駅の一つであった。 駅の西側は小規模な商店街や完成な住宅街が広がっている。稲沢市の市街地からはやや東に離れた場所で、稲沢市と清須市や市宮市との境界に近い。稲沢市では当駅付近の線路の存在が、東西の交通を著しく阻害している。なお、駅の東側に沿って広がる稲沢奏者場を含む約63.23ヘクタールの地域では、 再開発が進行している。再開発の名称は公募で決定したグリーンスパーク稲沢21。都市再生機構が施行する尾張西部都市拠点地区土地区画整理事業と稲沢市が施行する市松陸連土地区画整理事業の2つの土地区画整理事業からなる。住宅用地には小建て住宅や名鉄不動産による大型マンションなどが建設された。バブル期には オフィスビルやホテルを誘致する構想もあったが、経済情勢の変化により、開発規模は大幅に縮小された。2009年3月には、大型商業施設、リーフウォーク稲沢がオープンしたが、駅から北へ約800メートルも離れた場所に立地していて、店の買い物客は大半が車利用である。また、東口の駅前広場に隣接する本来、 商業形容地であった広大な土地は、芝生広場に転用され、業務形容地であったはずの土地には、パチンコ店が進出している。2003年4月7日には、愛知県道190号名古屋市宮線と、東口前を結ぶ道路の開通に合わせて、東口側の駅前広場やロータリーの共用が、開始された。駅前広場には、D51 形状機器官の動輪を模した。 モニュメントが設置されている。2006年1月までは、この空き地の一部を第日本プロレスが、試合会場として使用し、毎回派手なデスマッチを繰り広げていた。シルク・ドゥ・ソレイユもここを利用し、稲沢、新ビッグトップの会場名で、サーカス公演を実施していたこともある。当地は中日ドラゴンズ本拠地ドームの建設候補地でもあった。2020年9月、東口に、 豊田合成記念体育館園トリオが開館した。名鉄高野宮駅からは名鉄バスの路線バスの運行があるが、稲沢駅前を発着するバスは稲沢市が運営するコミュニティバスのみである。稲沢駅の西口前を発着する。ありがとうございます。